こんにちは台湾シグナリオのデミと申します本日は弊社がどうやって太陽光の遠隔監視システムを IoT そして AI 技術を導入することで、えっと、メンテナンス作業を効率的になるのかを紹介いたします。では早速紹介させていただきたいと思います。えっと、まずは会社概要から紹介いたします。 現在世界各地に1,020か所の発電所を管理しております台湾からタイマレーシア日本メキシコイタリアなど合計設置容量が670メガワットです本社は台湾にあり東南アジアにも代理店があります各国にデバイスのメーカーが多い中 えっと弊社は六百二十種類以上のモデルを統合してあります。その中には、えっとパワーコン、電力計、日射計などを含めております。我々のデータローガは、えっとただの I. O. T. で。発電所のデバイスからデータを集めるだけではなく。えっとエネルギーのストレージと蓄電、そして工場などの、えっと電力。 消費を遠隔で操作することができますで、お客様にとって発電所のリアルタイムのデータを監視することが最も大事ですで、我々はデータを発電所の設計図と連結していることでもし故障があればすぐに故障の位置が場所がわかります 続きましてが AI 技術が太陽光の発電所にどうやって生かすのかを説明いたします。えっと、発電所によくある問題例えば、えっと、ヒューズの溶断パネルの汚れそして日陰それぞれの問題によって発電所が減ります。エンジニアが現場に行かなくてもこちらの問題を我々の AI システムで遠隔で 確認することができます。ではまずヒューズの用団です。500キロワットの発電所はおおよそ1万平米。あまりにも範囲が広いので、えー、とエンジニアはその中から一つのケーブルの例団、えっ、ー、と劣化と異常を見つけ出すのがとても大変です。えっ、ー、とさらに。 一般の遠隔監視システムから見て発電量は普通に見えますが、えっと、実は、えっと、本当の状況は1、えっと、つのパワーコンのケーブルが劣化の状態が発生していると,、えー、という実図なんですけれども、えっと、我々のシステムフォートンはその14台のパワーコンに1つのケーブルの劣化が分かります。 さらにその何番目のパワーコン、そして何番目の NPT までそのせっかくな位置がわかります。で、一般の作業である場合は、えっと年に1回から3回の定期点検じゃなければ、えっと、ケーブルの劣化問題が見つかりません。えー、そのために、えー、分かった時点はいつも手遅れで、えっとお客様の収益の何万円を 損失してしてままいます、えっと、我々の AI の技術は、えっと、エンジニアの点検作業の時間も、えっと、短縮できていて、えっと、そしてお客様の収益を逃すことがありません。で2つ目なんですけれどもパネルの清掃、えっと。パネルの汚れは、えっと、発電量に影響するため定期的に清掃することがとても大事です。 ただし、えっと、パネルの清掃というのは安い料金ではないので、えっと、清掃は少なすぎても多すぎても、えっと、収益に影響するので我々は AI 技術で最もコストダウンの清掃方法を提供します。で、えっと、我々の AI システムには大量のビッグデータを集めて、えっと、例えば発電量 えっと、日射量そして当時の、えっと、天気予報そして過去の清掃履歴を含めておりて、えっと、分析したことで1週間前に発電所の清掃すするベストタイミングを、えっと、予測できます例えば天気予報によって来週が雨になる場合、えっと、パネルの発電効率が多少戻りますので、えっと、清掃アラームが届きません。 でそして発電ロスが、えー、と清掃費用より多くなる場合のみ知らせします例を挙げますと,、えー、と例えば清掃するには1万円をかかりますただ発電の損失は5000円しかない場合はこういう場合、えー、とアラームが届きませんさらにエリア別にパネルの効率,効率がえっと監視できるので、えー、と低下している範囲が分かれば えと必要な範囲だけを清掃すればさらにコストが削減できます、えー、と最後なんですけれども日陰の問題です、えー、と発電所の発電効率は日陰や雑草による影響を受けます、えー、とこちらは、えー、と実際にある発電所のデータなんですけれども、えー、と左の図表をご覧ください青い色が効率が悪い状態で えっと赤い色がえっ、ー、と効率がいい状態なんです。でこちらのデータが真夏に、えー、そういうこういう状態なんですけれども、太陽の角度によってえっ、ー、と冬になると日陰の問題が出てきます。このような時にアラームがえっ、ー、と担当者に直接届きます。 でエンジニアは実際この現場でその状況を再び確認してで障害物を排除をしたら発電の効率がすぐ戻ります。で最後なんですけれども、えっと、弊社の商品ソーラーマックスについて紹介いたしますソーラーマックスは発電所を建築する前にその位置の日射量を予測できるエア技術です。 発電所を建てるには、えっと、大量の資金何十億円を投入するので、えっと、事前に二車両が予測できれば投資者も将来の収益を換算できます、えっと、台湾には実は500箇所の気象台が設置してありますがそのうちただ30箇所しか二車計が設置されていません二車両の分析を極めるために我々 衛星、えっと、ひまわり、八号のデータを使用しております。衛星を使用することで、えっ、ー、と、日射計を設置しなくても、特定の位置の日射量が予測できます。えっ、ー、と、お客様から経緯線だけを教えていただければ、えっ、ー、と、過去三年の日射量のデータを含め。えっ、ー、と、調査データを、えっ、ー、と、提供いたします。 で以上になりますがご興味のお持ちの方は弊社のホームページにてお問い合わせくださいご清聴ありがとうございました